はい、どうも、ラギです。本日は、かくれんぼでドッキリを仕掛けていきたいと思います。イェーイ今回どんなドッキリをするかというと、今、観戦で見てるキツネさんがいるんですけど、キツネさんに、隠れている人4人を、場所を全部、連絡して教えてもらいます。うなちゃんが鬼やって、隠れてる人速攻で見つけたら、みんなどんな反応するのかなっていう、鬼畜な鬼畜なズルドッキリを仕掛けていけたらいいなって思ってます。よろしくお願いします。はい、ということなので、かくれんぼなので一回俺は見ないように、金目鯛美術館のなんか外側を観察してみてようかなと思ってます。決まりましたか？もういいかい？もういいよ。いい？まだ？まだだよ。まだか。もういいかい？まだよ。なんでずっと待ってるじゃん。いい？もういいよ。はい、行きます。じゃあ動くよ。はい、スタート。早速探していきましょう。どこにいるのか、どこにいるのか、どこかな、どこかな、これは。あ、落ちちゃった。発見、発見いたしました、発見いたしました。さあ、次ですね。次の子探していきたいと思います。はい、ここかな、どこかな、どこかな、どこかな、ねえ、どこにいるのかな。お、出てきた、やったやったさあ、ラストの一人探しに行きましょう。乗れるか。 OK、 乗れた。どこにいるのでしょうか。あと二人。おい、回線が、なんだ、動かないぞ、これ動かないぞ。うわー回線が悪くなった。どうも、こんにちは。一人見つけた。あと一人。早い、一瞬だ、一瞬。次のかくれんぼも後ろ向いて待ってたりとか、そのなんかよくわかんない提灯の下で、日陰のとこね、最近熱中症にならないように、暑いとこにいると熱中症になっちゃうから、そのならないように日陰とかちゃんと活用して、俺は今ここで待ってる。さっきより広いステージにしたから、次こそしっかり隠れてくれよ。もういいかい？まただよ。まだか。さすがに早すぎるか。もういいかい？あ、じゃあそこは俺が言うセリフだ。もういいかい？まだまだよ。もういいかい？もういいよ。よーし、行くか。行くぞ。俺はね、得意なんですよ、こういう鬼ごっこが。まず、この感じはもうジグにはいませんね。さあ、どこかな、ここかな、ここにいるのかな、下にいるのかな、どこかな、この上のが怪しいな。ここ怪しいね、こことかね、こことか怪しいんじゃないの、ここか、それともここら辺にいんじゃないの、いない、ここはいない、あれ、おかしいな。出てきていいよ。これここら辺隠れてんじゃないの、どこかな。あー、いた見つけた、鳥に見つけた。さあ、別の子を探そう。あ、どこか、うわーてどれだ、すごい、見つけた。
実はですね、これは僕はカンニングしてます。カンニングしてます。ドッキリです。これはあなたたちへのドッキリを仕掛けました。手口はですね、感染モードの方に、写真を送ってもらいました。隠れてる場所の写真を送ってもらって、どこにいるのかもう、塗らなくても、わかる状態にしました。動揺してる。この子動揺し、みんな動揺し始めた。ごめんね、なんか、これドッキリだから。ドッキリだから許してもらえないと。ドッキリだからね。ごめんね、なんか、強くて。あー怒ってる怒ってる怒ってる